どうもこんばんは、バーキュームです。今ちょっとね、これ食べてます、ラーメン、袋麺です。あのね、どんなラーメン食ってるかと言いますと、あのね、もうやめちゃったんですけど、これを買ったんですね、これを。おなじみですね、バキュームにはね、このね、大将軍つけ麺シリーズをこの間、って言っても随分前ですけどやったんですけど、これ中華そばが売ってたんですよ。これをちょっと作って食べてます。こんな感じですね。こんな感じ。スープはこんな感じです。こんな感じのラーメンを、ちょっと食べてるわけなんですけど、味はね、ちょっと遠いね、これは大正軒に。でも香りが一瞬最初、大正軒の香りします。でも美味しい。でもどうかな、やっぱりこの袋麺、キングオブ袋麺はやっぱり、なんつってもやっぱり札幌一番塩ラーメン。あれにはね、やっぱりね、この親父もね、ちょっと袋麺のマニュアル、袋麺のノウハウね、ノウハウは何、袋麺のノウハウはない感じがします。美味しいけどね、美味しいんですけど、まああの袋麺って言ったらやっぱり札幌一番塩ラーメン、あれには勝てないな。美味しいんですけどね。こんな感じでちょっと今日はこちら食べてます。池袋大正軒中華そば、袋麺のタイプのやつですね。もっちりしてます。確かにもっちり、ノンフライ麺の太麺です。これ全部ノンフライ麺、太麺なんで結構 5分ぐらい煮るんですけど、ちょっと食べております。僕2個食いですから、いつも2個食い、袋麺は大体2個食います。なかなか美味しいんで、皆さんももしよろしければ見つけたら、これスーパーで売ってたんですよ、池袋大正軒、中華そば、つけ麺が有名ですけどね、の、中華そばラーメンの方の、袋麺の本日ご紹介でした。それではさよなら。